お隣さん、反日したいがために自滅したようです。親日に対抗することで話題作りに事欠かない韓国の政治家さんですが、今回はついてはいけないところをついてしまったようです。そもそも、他国をつついたり叩くより、やることがあるはずなんですが、大統領が変わり、ようやく経済が回り始めた韓国に再び訪れた危機。両国関係がうまくいくと、大統領の手柄にされるのが口惜しいのか、天の弱な行動に出る議員さんが出てきます。まあ思うところは多々ありますが、毎度のことでしょうか。もっとも、いつも、きちんと調べもせずに反発して、後で泣いているようですけどね。思い込みだけで、相手を責めて後で泣く。この因果応報も毎度のことですが、そういうのはもういいので、いい加減に学習してほしいものです。このセリフ、あと何度言えば、あちらに伝わるのでしょう。今回は、長かった不買運動よりも、さらにダメなことをやってしまったようです。韓国は、一体何をやらかしたのか、韓国の哀れな農業実態についてお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。韓国の農業経済新聞によりますと、農業機械業界が、国産化に舵を切ると発表しました。わざわざ、こんな方針を打ち出さなければいけないほど、韓国の農業は、日本への依存度が高いのです。田植え機、トラクター、コンバインなどの農機具で有名なヤンマー、クボタですが、価格は高くても性能が良く、安心したメンテナンスを受けられるということで、韓国農民に、かなり人気が高いです。ヤンマー、クボタの市場占有率は、各品目で 50% を超えると推定されており、韓国農協で保有している農薬防除採用無人ヘリコプターは、209台のうち、なんと188台がヤマハ製なのです。占有率が約9割とはとんでもない数字ですが、戦闘機でさえ次々と墜落する韓国ですから、安全性の高いヘリコプターを選ぶと、こういう結果になったのでしょうね。農業は自然が相手なので、天候に影響を受けず、耐久性が高く、安心品質の日本メーカーは、農民から強い支持を得ているのです。このように農民は満足しているのに、そこへ難癖をつけたのが、与党、共に民主党のユン・ジェガプ議員です。農機具補助金を出しても、それが、ヤンマー、クボタ、ヤマハなどの先般企業に支払われるために、日本企業の締め出しを画策しているようです。別に、日本が韓国に輸出している農機具など、微々たるものですから、こちらは、取引を打ち切っていただいても痛くも痒くもないのですが、韓国政治家は必死です。ユン・ジェガプ議員は、付け入る隙のなかったヤンマー農機コリアに、2011年10月、田植え機2台において、機械の製造年度を偽装したと疑いをかけ、農業機械促進法案を発議。狙いは、業界最有力企業であるヤンマー農機コリアを、農業機械供給者から、今後3年間除外することです。韓国の法律で、掘削機や動力運搬車、農業用トラクターなどは、形式表示板の装着が義務付けられていますが、田植え機には、表示板装着の義務はありません。100歩どころか 100% 譲って、万が一製造年度が違ったとしても、罪に問えないのです。ユン・ジェガプ議員は、ヤンマー農機コリアを告発すると息巻いていますが、法律で決まっていないものをどうやって罰するというのでしょう？うるさい。私が気に入らないんだから、罰するのは当然だ。という本音が見えますね。さすがは韓国、相変わらずめちゃくちゃな主張をしますね。罪がなくても、韓国が有罪と判断したら有罪になる国ですから気をつけなければなりません。怖いので、もう、お付き合いは、やめた方がいいのではないでしょうか。この騒動の中心者であるユン・ジェガプ氏は、チョルラナムド・ヘナム郡から選出された議員です。隣に位置するチョルラムなど、ナジュ市に、ヤンマー農機コリアの拠点があるのですが、これは偶然でしょうか？ここで、ヤンマー代理店を開業したキム氏は、業界紙に、ヤンマーのブランド価値は天下無敵だ、と語るなど、なかなかの有名人なのです。ユン・ジェガプ議員は、何か個人的な恨みでもあるのでしょうか？仮に、ヤンマーに恨みがあったところで、政治に市場を持ち込むな、という突っ込み待ったなしですが、話は変わりますが、
2022年12月27日に御社が発表された受刑囚、イ・ミョンバク元大統領。日本名、築山明宏さんですが、横領の罪で、17年の刑を受けたのに、わずか2年で免除されましたね。彼の政権時代に、首都機能を世宗市に移転するという政策がありました。多くの政府機関を、世宗市の農業技術センターに移転させ、ヤンマーと共同で農機具貸し出し事業を行ったのです。イ・ミョンバク元大統領は、生まれこそ日本ですが、かなりの日本嫌いで、強硬な反日政策を行ったことで有名です。例えば、大統領として、初めて竹島に上陸したことなどが挙げられます。それでも政府機関と言ってもいいようなところで、日本製農機具を進めていたのです。ちゃっかりしてるな、と思うのは私だけでしょうか？北朝鮮でも、中国製は、新品でもすぐ壊れる。日本製品は中古であっても全然壊れないという評価がなされている日本製品です。韓国としても日本製の良さは認めていたのでしょう。性能が良く政府の後押しがあればそれが普及するのは当然ですね。韓国農協が協同組合に提出した農機購入支援事業の融資実績によりますと、コロナ前の5年間に販売された農機具のうち日本メーカーが占める割合はトラクター 13.6%、田植え機 40.5%、コンバイン 29.9% となっています。このうち、田植え機においては半分以上がヤンマー製だったのです。日本製農機具が、いかに韓国農民に愛されているかがわかりますね。以前に購入している農民も含め、貸し出し用は、ヤンマー製品がほとんどとなると、農民が使用している田植え機は、ほぼ 100% が日本製だと言えそうですね。多くの農民が日本製の器具に満足しているのに、政治家はなぜ今更国産化を進めようとするのでしょうか？韓国で有名な農機具メーカーといえばデドン工業という会社がありますが、こちらは2011年に衣装権侵害で日本のクボタから訴えられています。当時韓国で未発売だったクボタ製コンバインの刈り取り場を不正に真似し、製造、販売していたのです。まさか韓国政府は、日本企業を締め出して、このデドン工業製品を使えというのでしょうか？しかし、お気の毒なことに大見得を切っていたデドン工業の製品は、9割以上が日本製の部品で製造していることが判明しました。デドン工業は、日本の輸出管理強化により製品が作れなくなってしまい、政府の支援がなければやっていけません、と泣きついたのです。なんとも情けない話ですね。韓国の農機具市場で日本メーカーの占める割合は 30% ですが、韓国製農機具のエンジンは 50% が日本製品を使用しています。さらに、自動変速機や電装技術総合制御システムといった重要な部品は、60%から100% 日本製品が使われています。韓国では以前 BM10、BM2.5 という微細塵、ミセモン塵が深刻化し、ディーゼルエンジンの CO2 排出基準を強化しました。CO2 排出制限は世界に先駆けてというよりも必要に駆られて行ったようです。この時に国の基準をクリアしたエンジンを使っていたのがデドン工業のみでしたが、そのデドン工業は日本のエンジンを使っています。ということは、韓国が設けた基準をクリアできる農機具は韓国にはないということになる上に、特許の壁という問題もあります。韓国にエンジンやパーツを供給してきたヤンマーやクボタなど日本企業は、革新技術の特許を取得してきました。韓国にエンジンなどの部品を供給する一方、農業機械の重要パーツでは、トラクター 58%、コンバイン 96%、田植え機で 89% の特許を取得しているのです。つまり、新しく、韓国で農機具を開発しようとしても、特許の壁があるために不可能なのです。まあ、それ以前に、技術力の問題がありますが、現在使用している農機具とは、全く別の形状、仕組みの農機具を開発するなら別ですが、数年で開発製品化して販売するなど、到底無理な話です。韓国から日本メーカーを締め出すということは、韓国製農機具も生産できなくなり、韓国農民から農機具を取り上げてしまうことになるのです。手作業でお米を作ることになれば、韓国民の食卓に
十分なお米が供給できなくなるのは必至ですね。さて、今回の騒動に対して、国内からコメントが届いていますので、一部を紹介しましょう。ユニクロやアサヒだけじゃないんだね。ここまで日本製品が浸透していたのか。農民は、困惑であっても、性能のいい日本製品に満足しているというのに、政治家は、一体何を考えているんだろうか。中国製の農機具を買えばいいじゃん。新品でもすぐ壊れるが、価格は日本製の3分の1なので、韓国にお似合いだよ。ヤンマーを追い出したら、メンテナンスはどうするつもりだ？農機具なんて、一生ものの買い物だろう。白菜や大根は手作業で栽培できるだろう。頑張ってね。潰れない日本製を排除して、潰れる韓国製品を買わせるとは、次々売れるからいいってことかな。韓国の日本依存は農機具ばかりではありません。野菜果物に至っては、とんでもないシェア率を誇っています。韓国農業経済新聞によりますと、みかんは 90% 以上が日本品種です。そして、リンゴの栽培は、富士が1位、津軽が3位なのです。さらに、祭礼に欠かせないお供え物、梨は、新吾と長十郎が1位と3位。桃も川中島白桃という日本品種が最も多く栽培されているのです。これには驚きですね。ご先祖様の祭壇にお供えするのに、先般国と言っている国の食べ物をお供えしてもいいのでしょうか？日本を敵視しているのだから、韓国独自の品種を開発した方がいいと思うのですが。また、今では、韓国農民のほとんどが生産していると言われるシャインマスカットですが、乱獲ならぬ乱生産で値崩れを起こしているようです。韓国農民は、シャインマスカットの栽培は難しく、日本人は断念したが、それを韓国人が美味しいシャインマスカットに改良してヒットさせたんだ。と言っています。しかし、韓国で、シャインマスカットの父とも呼ばれるイ・ワニョン氏は、日本から流出し、中国に渡ったシャインマスカットを、韓国農民が心を込めて栽培に成功し、世界的ヒット商品となった。と証言しているのです。盗んだのは強い国だから、自分たちに罪はない、とでも言いたいのでしょうか。結局は、心ないパクリですけどね。95% 国産だと言い張っているイチゴも、無断で日本品種を交配したものなのですが、中国や韓国の通販サイトでは、日本名の横に当て字を併記して販売しているのです。静岡県が開発した紅ほっぺは、紅岩と書いて、紅ほっぺと読み、佐賀県の佐賀ほのかは、佐賀さやかと書いて、佐賀ほのかと読ませているのです。なんとも悪質なやり方ですね。これが商品名を無断使用しているだけなのか、盗んだ苗で栽培したものなのかは、まだわからず、日本の農水省が調査中です。どちらにせよ許せないことであり、謝罪と賠償、再発防止を要求すべきことですが、あまりにも件数が多く、時間がかかっているようですね。日本は、長年の月日や労力をかけて品種改良し、美味しくて栽培しやすい品種を次々と開発しています。昔は筋が多かった玉ねぎも、最近ではとても甘く、煮ればトロトロ、サラダにできる品種もあり、子供の玉ねぎ嫌いということをあまり聞かなくなりました。品種改良は、日本の努力の賜物です。自分たちで努力もせず、成果だけ欲しがるのが韓国。韓国で売られている玉ねぎもまた生産されている品種は、1位から3位が日本品種です。ここで、さらに悪質な例をご紹介しましょう。韓国のアイドルグループメンバー、ソヒョンさんやスジさんが、火付け役となったサツマイモダイエットが、爆発的ブームとなりました。韓国のアイドルグループといえば、大人数でダンスをしながら歌う人たちが多いのですが、大量にサツマイモを食べてダンスをしても大丈夫なんですかね？日本人だとエチケット的に抵抗があるように思うのですが、ガーリックの香りが漂う韓国では、ガスが少々混じっても平気なのでしょうか？韓国では OK でも、他の国では OK になるとは限らないのですが、韓国でサツマイモというのは、チャプチェやダッカルビの食材として知られており、どちらかというと、ジャガイモに近いような甘さの少ない野菜だったのです。
日本のサツマイモとは随分違いますね。ところが、日本の農研機構が開発したサツマイモ、紅はるかが栽培されるようになった2015年頃から、韓国で焼き芋が広がり、サツマイモケーキや、サツマイモラテが登場しました。乳製品メーカーのピンクレは、サツマイモを原料に加えたヨーグルトを販売したのです。紅はるかの栽培は、韓国のサツマイモ栽培面積の4割を占めるまでになりましたが、元は、韓国農業者らが、日本の産地を視察した際に無断で持ち帰り、流出したと見られているようです。視察じゃなくて泥棒に来たのか、と言いたくなりますね。日本のサツマイモは、アジアやカナダなどでも人気があり、輸出額は、直近10年間で10倍以上に膨らんでいるのですが、日本だけではなく、韓国も、日本産サツマイモを、これらの国に輸出しているのですから、ゆゆしき事態ですね。DNA を調べれば、農研機構が開発したものだということは一目瞭然ではないでしょうか。実は、韓国さんが恐れる、ある条約があるのです。それはユポフ、植物新品種保護国際同盟。日本はユポフに加盟しています。ユポフは、フランス語の頭文字を取ったもので、植物の新品種保護に関する国際条約です。新たな種苗を保護するための国際的な条約で、2019年時点で、日本を含む75カ国が加盟しています。欧州では、多数の国が加盟していますが、アジア圏における主な加盟国は、日本、中国、韓国、シンガポール、タイ、ベトナムです。つまりは、植物新品種育成者の権利を法的に保障するものであり、生産者に品種使用料を請求できるのです。そう、韓国も、この国際同盟に加盟しています。意外ですが、先進国になるためには必要と考えたのでしょうか？韓国で生産されているみかんの 90% が日本品種だと述べましたが、韓国のみかん産地、チェジュ島で、日本品種の、アスミやミハヤというみかんが無断で栽培されていました。2018年、日本の国立研究開発法人は、韓国国立種子院に対して、これらの品種を保護出願し、チェジュ島内の300の農家が生産した約900トンのみかんが出荷できなくなったのです。もし、日本が、リンゴ、サツマイモ、玉ねぎ、ブドウ、梨、桃などに、品種の権利を主張したらどうなるでしょうか？韓国では、野菜、果樹の9割以上が生産できなくなるかもしれません。ご飯も野菜、果樹も、韓国の食卓から消えてしまう。これは、現実にあり得る話なのです。キムチ以外のものが本当に作れなくなる日が来るかもしれませんね。日本製のものが少しでも含まれる製品は買わないと主張している韓国の皆さんは現実を理解しているのでしょうか？これほど日本に依存していながら波のように引いては寄せる不買運動。そんなことをしている間に他のアジア諸国は目覚ましく成長しましたよ。日本はいくらおとなしいと言ってもあまりにも悪質で卑劣な行為にはいつまでも黙っていてはいけないと思うんです。仏の顔も三度まで、と言いますからね。それに、おとなしくしているだけでは加害者をつけ上がらせるだけです。安全保障のためにも、もういい加減に毅然とした態度を示すべきでしょう。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本の農機具が韓国から愛されているとは少し意外でしたね。そして、韓国農業が、ここまで日本に依存していたことも驚きです。ただ、その依存が、日本の農機具が頼りだ、だけならまだ良かったのですが、日本の野菜、果樹をパクって、自分たちのものとして売ろう、という、いつものやり方は頭にきますね。日本は、品種の権利を堂々と主張すべきだと思います。パクリを許さないためにも。そして、食卓から食材が消える危険性は日本にもあります。食料自給率が 39% しかありません。最近、コオロギ食がニュースに出てきていますが、皆さんはコオロギなんて食べたいですか？私は、それよりも、第一次産業を手厚く支援して食料自給率を高めることが必要だと思いますが、いかがでしょうか？ただ、このいわば、食料安全保障を訴えている政党がほとんどないのが悲しいですね。人間、食べなければ生きていけませんから、食料の自給は、腸がつくほど重要課題です。
よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。